現場に急行してくれ。俺を助けた。お前は誰だ。まさかやはり君が未確認生命体第2号か。なぜそんな軽率なことをした。なんともないのか。あいつと同類になる可能性だってあるんだぞ。バカか君は。その理由のない自信は何なんだ。逃げろ。早く早く逃げろ。帰れ。これは警察の仕事だ。帰れと言ったら帰れ。バカ。何を。変わった。まだいたのか。もう出しゃばるな。あくまで君は民間人なんだ。君が戦う力を得たと思うのは勝手だ。だが君に戦う義務はない。これが市民を助けるという我々警察官の仕事だ。中途半端に関わるな。何しに来た。まだそんなことを。なんでお前の肩に。一生の不覚だ。本部長、第2号と第4号は対象から除外すべきです。私を危機から救ってくれました。早まるなよ、五代。軽率な行動をするな。また変身して戦うつもりだったのか。いつか撃ち殺されるぞ。自分をもっと大事にするんだ。五代祐介、俺についてこい。トライチェイサー2000、最新型の白バイの試作機だ。普及型ではコストの都合上切り捨てた性能がこれには全て搭載されている。グリップはここだ。後から俺も行く。マスターにそれとなく伝えといてくれ。正しくはチョモランマだ。彼は我々の味方です。そしてああするより他に方法がないと判断したからです。何かあったら私が射殺します。今はとにかく信じてください。申し訳ない。あなたが心配していた通りになった。似てるんです。彼は私に。だから止めても止められないってことも分かってしまって。この上空に第14号がいる。狙いは5台。君だ。受け取れ。無事でよかった。五代祐介、21号が有明に出た。奴の弱点は腹だ。そういえば今日は大事な人に会うんじゃなかったのか。ああ、俺やっぱり明日は会えそうにない。ごめん、また電話する。五代祐介、状況は。どうした五代祐介。ところで君の方は大丈夫か。万が一のことがあったらどうする。あとは任せろ。君はもう帰って休め。ああ、俺看護婦長が病気しとっていかんがや。そうだな。そんならな。五代、すまん、遅くなった。五代祐介、しっかりしろ。おい、しっかりしろ。おい、五代。
かるのか、五代は。五代に伝えてくれ。俺は待ってると。遅いぞ、五代。あとは頼みます。本当に君は不思議なやつだ。それしかないなら仕方がないだろう。あとのことは俺に任せろ。気にするな。それが俺の仕事だ。大丈夫か、五代。五代、頼む。あまり自分を責めるな。奴らは我々と同じ姿を持ち、今では我々の言葉さえ話すようになった。それなのに、奴らは我々の感情を無視して殺戮を続けている。価値観の違いは決定的だ。どうしてそんな存在が生まれてきたのか。沢渡さんに調べてもらうことになった第05関連の謎が、奴らの在り方を理解するための何かにつながればいいんだが。お前が第05か。長野で仲間を大量に殺害した目的は何だ。こんなことを続けてどうなるというんだ。クンガはやがてダグバと等しくなる。 B15 はそう言った。究極の闇をもたらすもの、そう言っていたような気がする。あいつが俺と別れられる日が一日でも早く来ればいいと思ってる。気ままな冒険があいつには一番似合う。大丈夫なのか、あんな戦いをしたばかりで。第46号と戦って重体です。意識不明のまま関東医大病院に運ばれているところです。しかしあいつは絶対に大丈夫です。あいつの力が借りられない今は我々が何としても頑張りましょう。あいつはこんなところで終わるやつじゃありません。もっと大きな未来を見つめていますから。究極の闇の目的は何だ。ここに書かれていることと関係があるのか。答えるんだ。お前たちと我々は違う。お前たちのような存在がいなければ。答えろ。これには何と書いてあるんだ。だけしていてほしかった。